画ドン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガゾン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。動画の最後に茶番があるから見たい人は見てね。ということで今回は、前回に引き続き漫画に登場するヤバい女を3人紹介していくよ。まだいるのかよヤバい女。まだまだいっぱいいるよ。前回の動画は概要欄に貼っておくから見てみてね。今回はどんなヤバいやつなんだ。今回も異常な執着心を持ったやつばかりだよ。やっぱりヤバい女と言ったらそれだよな。それじゃあ早速紹介していくね。マガドン漫画バラエティチャンネル。まず紹介するのはリョウハルト先生のいびつ、よりロリータ。ロリータ、何言ってたこいつ。本作はスクウェアエニックスのヤングガンガンで連載されていた作品だよ。あらすじを紹介すると、主人公の専門学生、伊藤和樹はある日自宅近くのゴミ捨て場でロリータファッションの少女に遭遇するんだ。その少女は汚い服装で汚い人形を持っていて明らかにヤバそうなオーラを醸し出しているよ。ロリータがそんな臭そうなわけねえじゃねえか。いやちょっと臭そうじゃねえか。そんなロリータから和樹はある質問をされるんだ。妹いる。和樹は光という妹がいるからとっさにいるけど、と言ってしまうよ。この質問がきっかけでロリータに付きまとわれることになるよ。なんでついてくるんだよ。和樹も最初はよくわからなかったんだけど、ある噂を耳にするんだ。その噂というのがロリータの質問に答えた人間はストーカーされ、最後はいびつな死に方をしてしまうというもの。その噂通り和樹の日常はロリータに破壊されていくって物語だよ。とんでもないロリータじゃねえか。で、具体的に何がヤバいんだぜ。まずは汚い人形が汚れたと言って和樹の家に洗わせろって押し入ってくるんだ。そして洗面台でジャバジャバ洗うんだけど、人形の中からはちゃめちゃに汚くて臭い謎の液体が溢れてくるんだ。はちゃめちゃに臭そうじゃねえか。何入れてんだこいつ。続いては和樹の部屋の鍵を勝手に借りて侵入してくるんだ。どうやって手に入れたんだ。妹のふりをして対価に鍵を借りたんだ。その夜和樹が布団をかけずに寝ていると勝手に侵入して、だらしないんだからお兄ちゃんと布団をかけてくれるよ。いつの間にかお兄ちゃんになってるじゃねえか。その他にも妹が和樹の部屋に忘れていった化粧品をボリボリ食べたりもするよ。また和樹だけでなく妹にも牙を剥くんだ。和樹がいない時に忘れた化粧品を取りに来た光。部屋にはロリータが待ち構えていたよ。そこでは犬の死骸で作ったスープを飲ませようとしたり、アイロンで股間を焼こうとしたりするんだ。まあ和樹が寸前のところでボコって止めるんだけど、私のために真剣に止めてくれるんだねお兄ちゃん。完全にイカレロリータじゃねえか。また邪魔をする妹やその友達をスレッジハンマーで粉砕したり、とにかく常軌を逸したヤバい行動を繰り返すんだ。ほう、これは孫うことなきヤバい女じゃねえか。ロリータに目をつけられてしまった和樹の結末は読んで確かめてみてね。全2巻だし読みやすいと思うよ。それじゃあ次行くね。マガドン漫画バラエティチャンネル。続いて紹介するのは押し切り蓮介先生のさゆり、よりさゆり。押し切り先生はハイスコアガール、夕闇特攻隊など数々の名作を生み出しているうぷ主が大好きな漫画家だよ。押し切り先生の作品はギャグテイストの漫画が多いけど、本作はギャグ要素なしのガチホラーだよ。しかも救いがないタイプで喪失感はミスミソウにも近いところがあるんだ。あらすじを説明すると、父の夢であった一戸建てマイホームに引っ越してきた神付けの7人、裕福ではなかったけど家族7人で幸せな毎日を過ごせると思っていたんだ。家族構成は子供3人と両親、父方の祖父母だよ。しかし引っ越して間もなく父親が死んでしまうんだ。なんで死んだんだぜ。謎の急死だよ。それをきっかけにして家族がどんどん謎の死を遂げていくよ。その原因がさゆりってわけか。その中で生き残った長男のノリオと祖母がさゆりに立ち向かう物語だよ。で、
さゆりっちゅうのは何者なんだ。さゆりはこの家に居つく怨霊だよ。怨霊、生きてる人間じゃねえのか。なんで関係ない家族を死に追いやるんだ。この家で家族に殺されて庭に埋められてしまったからだよ。そりゃ怨霊になっても仕方ねえな。かわいそうな女ってことだな。で、なんで殺されたんだ。引きこもりで親にちょっと言われただけでブチギレた結果殺されてしまうよ。自業自得じゃねえか。全然かわいそうじゃなかったわ。父親は発狂して急死、姉は舌を噛みちぎり死亡。祖父も発狂からの死、母親は精神が病んで自殺。ノリオと祖母以外の家族は全員殺されてしまうんだ。理由もほぼ八つ当たりに近い感じで自己中なのが特徴だよ。他の家族を失って落ち込むノリオを見て大爆笑したりと、完全に狂ってるよ。とにかく自分本位で関係ない家族を殺しまくる気違いってことだな。さゆりの詳しい作品解説は別動画でしてるから概要欄に貼っておくね。全2巻でめちゃくちゃ面白い漫画だからぜひ読んでみてね。それじゃあ次行くよ。マガトン漫画バラエティチャンネル。最後に紹介するのは楠本哲先生のレイナ、よりレイナ。楠本哲って言ったら前回のエリカの作者だな。こんな漫画ばっか書いてるのかよ。本作に関しても、エリカ、と同様にヤバい女をテーマにした作品なんだ。まずはあらすじから紹介していくね。主人公の西野は教習所に通っているんだ。毎回うざい教官にうざいことを言われることにうんざりしていたよ。そんな中西野は教習カードの落とし物を拾うんだ。添付されていた写真を見ると美人でテンションが上がる西野。名前は葉月玲奈。そのタイミングでカードを探しているレイナを発見し渡すことに。感謝された西野はレイナとラインを交換するよ。これがきっかけで西野の日常が壊れていくんだ。こいつら当たり前の日常壊されすぎだろ。で、何が起きるんだぜ。その日を境に自分に吠えてくる近所の犬やうざい教官が相次いでいなくなるんだ。最高じゃねえか。その時は西野も喜んでいたんだけど、ある日彼女と過ぎしている時にレイナからの LINE を返さずにいたんだ。しばらく後に携帯を見てみると恐ろしい数の通知が。あーベタにヤバいやつだなこれ。まあその時はそこまで気にしてなかったんだけどね。後日レイナと飲みに行くことになった西野はあることに気づくよ。はちゃめちゃに口が臭かったんだ。まあそれもその時はあまり気にしていなかったよ。なんだこのおとぼけのお天気お坊ちゃんは、全然気にしねえじゃねえか。その後も西野が愚痴を言った人間が都合よく消えていくんだよ。まあ答えはわかりきってるけど西野に執着するレイナが感謝されたいがために排除しているんだ。殺し方もえぐくて、月収報酬を至近距離でお見舞いした後に車で何度も引いて殺したり、シンプルに体をバラバラにしたり、シンプルなのかそれ。背後から麻酔を打ち込んで目ん玉えぐり取ったりめちゃくちゃだよ。なんで口臭嗅がせたんだよ。とにかく、こいつに目をつけられたら終わり系、のストーカー女だよ。西野が最終的にどうなってしまうのかは全1巻だし読んでみてね。前回のエリカは体が臭かったし、こいつは口が臭いしなんなんだぜ。まあ綺麗な女性が身を置いてギャップがあるし、気違い感倍増でいいよね。ということで今回はヤバい女参戦パート2でした。この後茶番があるから見たい人は見てね。マガトン漫画バラエティチャンネル。結局お前、レイも燃やされそうなって取り返せんかったし。どこにあるん？最悪や。やめろって、やめ、なんでやねん。やめろや。やめろって、やめろや。やめろ。やめろか。もう、全然取り返せへんて。んて、なんであいつはあれ欲しいねん。撮影したいやろ、普通に。もう全然ないし。え、ないよな。ないやん。どこあんねん。てか、どこ？あ、おった。何してんねん。何をしてんねん。
何それ、何何をしてんの、何なん、何何やん、もうあるやん、ていうか何してんの、いや、木ごといかんでええやろ、別に普通に取ったらええやん、何木ごと倒そうとするの、取れるやん、ほら取れてん、取れてん、あ、やめろやめろ、腕ごといことすんの、やめろやめろ、もうやるから、やめろや、もうふざけん、もうやめろって返せって、わかった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 、くそ最悪や、チャンネル登録よろしくねー、高評価、Twitter のフォロー、ブログのチェックも忘れずに、マガドン、漫画バラエティチャンネル、みんな覚えてねー、それではまた。